うるさい。お前には関係なかろうが。母さん、飯はまだか。腹が減ったぞ。何言うとん。お昼はさっき食べましたよ。日常生活に支障が出るような異変が起きた場合、もしかするとそれは認知症のサインかもしれません。認知症初期の対応を的確にスムーズに行うために、岡山市では認知症かかりつけ医制度を実施しています。ご本人もしくはご家族に認知症の兆候があると感じたら、まず最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者やご家族の相談窓口です。電話や来所でご相談をお受けしています。普段ですね、ここ評価に関する情報は情報共有シートにまとめられます。地域包括支援センターのスタッフから岡山市と連携する認知症かかりつけ医へ情報共有され、医師のスムーズで正確な診断に役立てられます。認知症と診断されると、その人の症状に合わせ認知症かかりつけ医などの医療機関での治療や地域包括支援センターが相談に乗って福祉・介護サービスの利用が始まります。大切なご家族の誰かが認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らすために、お気軽に最寄りの地域包括支援センターまでご相談ください。